私たち欅坂46はこの5年間の歴史に幕を閉じます。そして欅坂46とは前向きなお別れをします。私たちはいつだって未完成だ。何人もの背中を見送ってきた。そして、46全国ツアー、ファイナル東京ドーム公演へようこそ。桜坂46にとって大きな転換点となったこの日、そんなステージを遠くから見つめている少女たちがいた。桜坂46、3期生。2022年夏から行われていた桜坂46新メンバーオーディション。群馬県出身、大学生、20歳の石森理香です。遠藤理子です。16歳の高校2年生、埼玉県出身です。小田倉玲奈、18歳、高校3年生、東京都出身です。長野県に住んでいます。高校2年生、17歳の小島渚です。こんにちは、山口県出身、高校2年生、17歳の谷口愛理です。福岡県から来ました、大学2年生、19歳の中島優月です。福岡県から来ました、高校1年生の的野美桜です。広島県出身、高校1年生、16歳の向井太です。大阪府に住んでいます。高校3年生、17歳の村山美優です。よろしくお願いいたします。そんな大好きな桜坂46、前回の坂道合同オーディションからおよそ4年、桜坂46単独としては初めてのオーディション。頑張ります。よろしくお願いします。努力してきたつもりで。桜坂が好きで集まってきた子も多く、グループへの憧れを語る新メンバーは珍しくない。変えたいと思って。推し名は森田ひかるさんです。ダンスがとてもお上手で表現力が高くて、私の推しメンでもある菅井優香さんのグループ卒業日です。なんかやっぱり見ていて、桜坂46は他のアイドルとは違うって。桜坂が大好きな気持ちはすごく大切だ。でもその気持ちだけで本当に桜坂46のメンバーになれるのか。自分があの場所に立つって思うと、ワクワクというよりかは怖いなっていう気持ちの方が強いです。そのプレッシャーに耐えるだけの覚悟も十分ではないなと思うし、ただ好きな気持ちだけでオーディションを受けてしまったので、力をつけて堂々とステージに立てるようにしていきたいなって思います。きっと最初から自信がある人なんていない。それは今のメンバーだって同じ。実はメンバー一人一人ユッカーさんへの思いを込めて手紙を書いてきたので。お手紙書いてくれたの？ぜひ受け取っていただけたらなと思います。グループに加入して初対面するときに、
受け入れられるのかなっていう不安がいっぱいあったんですけど、その時に菅井さんが一番の笑顔で迎え入れてくださってすごく安心しました。好きだという気持ちだけでここまで来てしまって、欅坂に2期生が入ってもいいのだろうかと不安で不安でたまらなかった私の自己紹介を笑顔で聞いてくださいました。今日までグループを守るために戦ってきました。悲しいこともあったけど最高に楽しかったです。7年間の応援ありがとうございました。これからも櫻坂46は坂を上り続けていくので、バディーズの皆さんにこれからも一緒に櫻坂46と歩んでいきたいと思っていただけるようなグループになります。どうかこれからも櫻坂46の応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。3期生たちがやってきたのは山梨県にある合宿施設。ここで4泊5日の合宿を行う。これから櫻坂46のメンバーとして活動していくため、歌やダンスの技術を磨いていく。じゃあこれから合宿が始まるわけですけれども、非常に高い倍率の中勝ち残って選び抜かれた皆さんは本当に一握りの存在かもしれないんですけれども、まだですね、誰一人パフォーマンスするレベルになっていません。この合宿を通してですね、先輩たちに追いついて櫻坂46の本当のメンバーに近づいてほしいなと思っています。厳しい合宿になるかもしれませんが、最後までみんなついてきてほしいと思っています。早速体育館に集められたメンバーたち。おはようございます。おはようございます。はい、今回ダンスレッスンを担当させていただきます、あかねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず昨日かな、ドームを見に来たのかな、みんな。うん、みんななんかそれぞれ多分思ったことがあると思います。うん、でこれからあの中にみんな飛び込んでいかなきゃいけないのね。でまずちょっと最初に入って思ったのが、挨拶がちっちゃいなって思いました。やっぱ選ばれたからすごい安心しきっちゃってる部分があると思うので、そうじゃなくて今からがスタートだと思います。うん、その範囲もそうだけど、しっかり全部の返事に対してこっちもなんか分かってるか分かってないか分からなくなっちゃうから、すごいそういう返事だったり挨拶、人としての最低限のことだと思うので、そういう部分からしっかりやっていきましょう。はい、うん、そう、今の返事がすごい素晴らしいです。うん、で今回の課題曲はバンになります。櫻坂46を代表する楽曲でもあり、最もダンスが難しいとも言われている。で最終的にはそれを TAKAHIRO さんが来ていただいて見てもらう形になりますので、そこまでにしっかりお客さんの前でパフォーマンスができるぐらいのクオリティに持っていきたいです。バンをはじめとして櫻坂の楽曲で数多くの振り付けを手掛けているダンサーの TAKAHIRO 先生。合宿の最終日に TAKAHIRO 先生の前で完璧なダンスを披露するのがゴール。実は合宿前の研修期間でサビのブロックだけは練習をしていた。まずはその練習の成果を披露してもらう。歌、歌で、当たり前だよ、これ。
ず誰一人として、まあ、踊れなくて止まってるっていう子がいなくて、まあ、よかったです。これ練習しましたかみんな、はい、うん、なんで自信持ってはいって言えないの。練習した。はい、うん、そうだね。その自信をしっかり持って踊ってほしいです。今パフォーマンスしてもらう前に歌ありですかっていう質問があったと思うけど、歌ありじゃなかったら何するのって感じだよ。ダンスだけじゃないからね。歌ありきのダンスになりますので、絶対歌は毎回歌ってください。はい、今やってもらった中で歌声が誰一人として聞こえませんでした。これじゃ昨日の先輩たちと比べてどう。全然ダメだよね。その自覚がまだみんなにはないのかなって思っちゃいました。どんなに練習頑張っててもステージで立っただけでそれが何もできなくなっちゃうっていうのも全然あるのね。もうどん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 昨日見た先輩たちはもう先に行っちゃうから、そこに頑張ってもみんな追いつかなくちゃいけないの。先生に練習したって聞かれて大きい声で入って言えなかったので、それは練習できてなかったんだなと思って、やっぱり 今後はなんか自信持って入って言えるようにしないとなって思いました。全然その意識が足りてないなっていうのはすごい感じて、この合宿に本当に食らいついていかないと取り残されるなっていう危機感はあります。桜坂のメンバーは振り入れするってなった時に3時間で全部覚えます。これ分かんないことあったら聞きに来てね絶対。うん、このレッスン時間は限られてるからここで吸収していかなきゃ何の意味もないよ。ずっと課題だったので振り覚えが悪いのが、なので頑張ります。違うよ、こっち、そう、後ろだよ。これあえて今日は練習で言わなかったけど、自分でも見ててわかるでしょ、全然踊れてないってね、だよね。本当にこの中で一番ダンス下手で、